情報処理安全確保支援士令和2年秋午前に問い八について説明していきますクリプトレックの主な活動内容はどれかというところで以前このクリプトレックが出している暗号リストについて動画で説明していますのでまずはそちらの方をご参照くださいクリプトレック暗号リスト電子政府推奨暗号リストについて説明していきますまずクリプトレック暗号リストとはというところで 暗号技術検討会及び関連委員会クリプトレックにより、電子政府での使用に際しての安全性及び実装性能が確認された暗号のリストになります。具体的にはこちらのクリプトレックのホームページの方で掲載があります。そしてクリプトレック暗号リストには大きく3種類あります。電子政府推奨暗号リスト。 推奨候補暗号リスト運用監視暗号リストというところでよく問われるのはこの電子政府推奨暗号リストになりますのでこちらの方を説明していきますこちらの方が電子政府における調達のための参照すべき暗号リストというところでこちらがクリプトレック暗号リストのうち電子政府推奨暗号リストになります 代表的なものに公開鍵暗号で言ったら DSA とか RSA があります。共通鍵暗号で言ったら AES ですね。で、ハッチ関数で言ったら SHA なんとか SHA256384512 というところが有名なものであります。暗号利用モードとしては先日説明した CBC などですね。こちらの方があります。で、メッセージ認証コードでは CMAC、HMAC というところがあります。 こちらの代表的なものは試験でそのまま書かせる、穴を埋めさせるというところがありますので、こちらの方は覚えておいた方がいいです。で、こちらのリストなんですけど、鍵が機体化していないことが条件になります。機体化というところは、鍵が危険な状態になること、つまりコンピューター性能の向上によって、 暗号化技術をはじめとするセキュリティ技術の安全性が相対的に低下していくことを言います。相対的に低下していくと、この暗号化したものが破られて複合できて、情報漏洩につながるという危機器があります。直近のもので言うと、例えばハッシュ関数。今はシャア256とかが推奨されてますけど、前までは MD5 などが 推奨されていました,ただ、この MD5 は期待化しているので、政府推奨からは除外されています。各暗号技術の詳細というところは別動画で説明していきます。気をつけておくところは、破られないというわけではなく、今は相対的に破られにくいというところです。 数年後には期待化している可能性があるため、最新の暗号リストを参照するようにしてください。この暗号リストに載せる要件としては大きく2点あります。クリプトレックによって安全性及び実装性能が確認された暗号技術であること。もう一つは、市場における利用実績が十分であるか、今後普及が見込まれると判断されることとあります。 では、今話したことをベースに、情報処理安全確保支援士令和元年秋、午前に問い八の問題を解いていきましょう。総務省及び経済産業省が策定した、電子政府における調達のために参照すべき暗号リスト、今説明したものですね。クリプトレック暗号リストを構成する暗号リストの説明のうち、適切なものはどれかというところで、今説明したように、 電子政府推奨暗号リストとはクリプトレックによって安全性及び実装性能が確認された暗号技術のうち市場における利用実績が十分であるか今後普及が見込まれると判断され当該技術の利用を推奨するもののリストであるというところでうが正解になりますそして動画内で説明したようにクリプトレックは 暗号技術検討及び関連委員会のことになりますつまりこの選択肢の中で最も動画内の説明として合うものはあの暗号技術の技術的検討ならびに国際競争力の向上及び運用面での安全性向上に関する検討を行うのがクリプトレックの主な活動内容になります。以上になります。 このチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説していますこれからも解説動画を増やしていきますので高評価チャンネル登録いただけたら嬉しいです過去動画検索にはマサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください概要欄にリンクを貼っていますご視聴ありがとうございました